どうも、今回はセクシーゾーンの菊池風磨さんの性格を見ていきたいなと思います。菊池風磨さんの性格はソフトでゆったりとした外見とは違い、中身は勢いがあって即断即決して行動力があります。感受性が豊かで、美しいものや綺麗なものに敏感に反応します。直感力があって、人の意見には左右されないで自分の見たこと感じたことだけを信じて判断します。その判断はほとんど正しく、いい結果を生んでいきます。人当たりが良く気配り上手ですから、人からいつも慕われて人気者となるでしょう。何事も丁寧にこなし、きっちりしていて、人との関係では余計なことは言わず信頼されます。明るく快活で楽しいことを追い求める性格です。柔軟性があり、変化が好きで毎日を充実させようとします。人とはすぐに仲良くなりそうですが、意外に警戒心が強いため、ある一定の距離を持ち、ゆっくりと相手を観察します。また見た目より元々の気質が真面目なので、暴走することもありませんから、トラブルはまずないでしょう。おおらかな面と神経質な面の両方を持ち合わせ、その場に合わせて切り替え、周囲と合わせていきます。その二面性が魅力となり、たくさんの人を引きつけます。行動力がある方で、思い立ったらじっとしていられずすぐに実行します。失敗してもかえってそれをバネにする意志の強さがあり、自分の欲しいものはほとんど手に入れていきます。自分に強い自信があり、才能にも恵まれていて、専門的な分野で活躍します。時代の流れにも敏感なので、努力すればそのまま成功をつかめるでしょう。素直でユーモアセンスにあふれ、多くの人とすぐに打ち解けられる社交性を持ちます。その反面、印象とは違い、情に流されることがなく、本音は絶対に見せようとしません。口も固く、思いつきで会話をしているように見せかけて、発言はかなり慎重で、言葉を選びます。責任感があり、引き受けたことはきちんと行うので、人から信頼されます。対人関係のトラブルを起こすことはほとんどないものの、人の好き嫌いはかなりはっきりしています。付き合っていても、一旦嫌になってしまうと、あからさまには態度に出さずに距離を置いて、さりげなく離れていき、もう二度と付き合わないといったクールな面があります。今回はセクシーゾーンの菊池風磨さんの性格を見ていきました。